賢者の選択リーダーズ。賢者の選択リーダーズ、ナビゲーターの蟹瀬誠一です。白石美希です。今テレビをご覧の皆さんのご家庭にもね、常備薬っていうのが多分あると思うんですね。そうですね。白石さんのところだと、そうですね、我が家は風邪薬、胃腸薬、あとは怪我に関する薬などを置いてますけどね。まあ確かにね。蟹瀬さんは大学に置いてある、常に持っている大学はあんまり考えたことないんだけどね、もううちの家はやっぱり食べ過ぎが多いので、胃腸薬専門っていう大切ですよね感じですけどもね。だけどこの製薬の業界ね、これ今規模として9兆円ぐらいあるんですね。そんな中で海外の会社、国内の会社も大変な競争が進んでます。そんな中でですね、国内の老舗のそういう製薬会社、どうやってこれから拡大していくのか、これ大変な問題なんですね。というわけで今回は家庭薬からスタートして、現在製薬メーカーとして事業を展開するある老舗企業に注目します。大阪市にある薬の町として知られるのが土生町。その一つが1924年大正13年に創業、風邪薬で全国に知られる海源ファーマである。同社が発売した風邪薬海源は90年を数えるロングセラー、ベストセラーの家庭常備薬として普及している。海源ファーマを牽引するリーダー堀紀夫は、激しく変化する市場環境の中、事業拡大を図るべくイノベーションを敢行。果たしてその戦略とは。本日のゲスト、海源ファーマ株式会社取締役社長の堀紀夫さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず早速なんですが、海源ファーマは一言で言いますと、どのような特徴を持った会社なんですか？約90年の歴史がございますけども、新しいことにもチャレンジしていく会社と思っております。我々の世代はね、風に海源って覚えてますからね。そうですよね。どんな新しさなのかね。では番組では3つのキーワードで進行させていただきますが、まず最初のキーワードは何でしょうか？風神さんです。風神さん、謎ですね。いや、早速伺ってまいりましょう。よろしくお願いします。それではここで堀社長のプロフィールをご覧ください。堀紀夫は1947年大阪府堺市に生まれる。1971年関西学院大学法学部法律学科を卒業。同年4月堺化学工業株式会社に入社。2002年大崎工業株式会社に入社。2007年同社取締役社長に就任。2013年株式会社海源、共生製薬株式会社、堺化学工業株式会社医薬事業部の統合により海源ファーマ株式会社が誕生。同社取締役社長に就任、現在に至る。2013年4月1日に統合によって海源ファーマ株式会社が誕生したということなんですけども、プロフィールを拝見いたしますと、堀さんは堺化学、大崎工業を経て海源ファーマの取締役社長に就任されていますよね。主にどんな分野の道を歩んでこられたんですか？堺化学では約30年間酸化チタンという白色顔料がありますけども、それの販売を主にしておりまして、で大崎工業に移ったのは2002年、1年から2年ですけども、大崎工業っていうのはその道路の路面表示材、白線とか黄色の線がございますけども、それの製造メーカーでございまして、そこの販売に主に従事しておりました。ということはですね、お薬にはそうですね、薬の世界は初めてでございまして、どちらかというともう全く未知の世界というふうに言えると思います。今回はね、その我々が知ってる海源という会社と、新しい社長を迎えてですね、この新生の海源ファーマですね、これどの辺が違ってるのかね、その辺のところじっくり伺ってまいりたいと思いますけども。海源の語源というのは、何でこれはですね、中国の古典の孟子という、方がおられるんですけども、そこから取った言葉でありまして、半然として改め、厳厳としていくという言葉があるんですけども、半然というのはその旗がこう滞りなく揺らいでるっていう形で、厳厳とくるっていうのは水がですね、いわゆる止まることなくとうとうと流れると、そういう意味がございまして、その半然として改めの改めと厳厳の厳を取って戒厳としました。これはいわゆる日々新た、また新たと言いますか、いわゆる常にチャレンジしていくということを、そういう精神を持って戒厳と名付けたというふうに聞いております。僕最初にねこの字見た時は病気の源があるでしょ。だから病気の源を改めるのかなと思ったら、そうでもないです。そうじゃないんですね。そうだったんですね。大阪府河内長野市にある戒厳ファーマ長野工場。この工場は統合する前は堺化学工業の医薬品工場として風邪薬戒厳を作り続けてきた。この機械はですね、そうですね、昭和38年、36年から38年に作られたものなんですよね。だから僕は半世紀、その半世紀のうち40年かかっておるんですよ、私。その薬包紙という紙で包まれた、お医者さんに行って薬剤師さんに紙で包んでいただいた薬、そういうものがあるから、やはり今現在、こうした愛用されている方がおられるの違うかなというふうに思います。まるで折り紙のように薬包紙を緻密に折り上げていく。この機械を製造したメーカーはすでに存在しておらず、下野は長年メンテナンスを自らの手で行ってきた。この機械のメーカーさんが亡くなりまして、で自分でせざるを得なくなったというところで、いろんな機械、この機械の古い使っていないところのものを回収してね、そして部品取りっていうんですかね、そういうことをやりながら今現在動いているところですね。生産はですね、機械が1日動くとあれの薬包紙紙に包まれたものが4万個できるんですね。ですから例えば今日でしたら4台動いてますから、1日で16万歩、1月でそうですね、多い時で260万歩、300万歩近くは生産できます。で当然この長い歴史があって、その会社の長い歴史の中でね、いろんな形の販売戦略っていうのはやってこられてると思うんですけども、これは今までこう発売当時からですね、販売戦略ってのはどういう形だったんですか？そうですね、やはり街の中の街頭宣伝をまずベースにして、昭和40年代にですね、大阪の道頓堀にありますところのネオンサインを打ちまして、道頓堀のネオンっていうのは、今もあるんですか？はい。そう。やっぱりそういうのってなんとなくこう、いいですよね。そうですね。大阪ではそういう意味では定着してると思ってますけど。最初のキーワードに風神さんというふうにお答えになってますよね。風神雷神の風神。そうですね。これはテレビコマーシャルを打つためにですね、いわゆる風の神様を祀ってる神社をですね、当たってみたんですけど、それにふさわしい神社がなくてですね、江戸時代のその俵屋宗達が書いた風神雷神図を参考にしてですね、そこの風神をですね、いわゆるマスコットとしてテレビ CM を打ってきております。おり、風の神さん今日は休みかね？へっつ、風邪ひいてまんね。風邪に戒厳、生薬配合伝な。だね。これだ。僕もずっと小さい時から関西で育ったもんですからね、もう関西ではね、定番ですね。そうですね。ただその怖いとかですね、子供さんが見ると恐ろしいとか、そういう意見が寄せられたんですけども、それで可愛いキャラに一回変えたようですね。ああ、そうでしたね。ところがお客様からやっぱり前の方がいいということになりまして、そういうことで昭和58年ですね。今当時の風神さんのキャラを使って、それだけインパクトがあったということですね。そういう意味では関西の方では浸透しておったというふうに思っております。まあ問題はね、そういうものをどういうふうにこうさらにこれから発展させていくかということだと思うんですけれども、まあ名前が通ってる、これはお薬に限らずね、商品っていうのはどうしてもあんまり変わってないっていうイメージがありますよね。だからその変えていいものと変えていけないものってあると思うんですけども、これはどういうふうにこうバランスを取ってからですかね。そうですね、海外にいますと、まあそのいわゆる体に優しいといいますか、はい、安全安心の薬でございまして、はい、それはいわゆる生薬を使っているということもあって、風邪を特にひいた場合に自分で治すという力にその生薬が、いわゆる補助的に働いて、風邪が治るという意味では、基本的には変えておらないです。セルフメディケーションですね。そう、セルフメディケーションですね。いわゆるそれを応援する形でおると、これはもう基本的には変えていない。でただその製剤、いわゆる形、風邪薬の形そのものは、粉薬で少し飲みにくいということがあるんで、顆粒にしたり、あるいはカプセルにしたりですね、最近では去年発売しました錠剤もですね、作りまして、そういうところではイノベーションといいますか、そういう形にはしていってるつもりなんですけども。現在はあれですか、どのような過程、今ですね、その風邪薬にまつわるところでは、その鼻炎のお薬とか、喉飴とかですね、うがい薬とか、それから胃腸薬ですね、それから鎮痛剤、それからあと目薬、便秘薬と、いろんなことを、いろんな分野、これ家庭薬としては添えておりますけども、やはり海外のイメージが非常に強いと思いますね。かつては風邪薬って飲むと眠くなるから、はい、車の運転とかやめてくださいって、今でもね、もちろん書いてあるのはありますけども、その辺も随分改良されてるんですね。そうですね、もともとそういうことで生薬を使っておりますんで、用薬と、今は用薬も少し入っておりますけども、ですから眠くなりにくいというのは一つの特徴でもありますね。全体のブランドイメージっていうのはどんな感じなんですか、海外のブランドイメージ。そうですね、やっぱりイメージとしては、その関西では特に風邪ひいてまんねんという関西弁でね、コマーシャルを売ったいうことで、関西方面では非常に浸透はしておるんですけども、やはりこれからやっぱり全国的に売って出るとなると、関東の方でもですね、そういうところはやっぱりこだわりを持ってですね、もっとそのよく知っていただくように努めていきたいというふうに思ってますけども。今の傾向ってどんな感じなんでしょうね。お客さんって割と家庭薬で買って飲むですか、以前と比べて。そうですね、ただその薬屋さん、量販店がかなり大きくなってきておりまして、いろんな家庭薬が出ておりまして、海外ファームとしてはそのいわゆる海外ブランドっていうのがありますんで、それを生かしながら、風邪薬以外の家庭薬もですね、量販さんに置くということを目指しておるんですけども、かなり非常に競争は激しい世界ですね。そのポイントは何になってくるんでしょうね。やはりその量販さんが棚に置いてくれる特徴、価格だけじゃなくてですね、末端の消費者さんに訴えれるやっぱりブランドですかね、そういうものがないと、なかなかそれは浸透していきにくいと。そういう意味でブランドイメージをどうやって作っていくかっていうところでしょうね。そうですね。さまざまな製薬メーカーの商品が一堂に並ぶ量販店側では、製薬メーカーにどのようなことを期待しているのだろうか。これからの日本というのはやっぱ高齢化に向けて医療費がどんどん高騰していくと、そういう中でなかなか医療費の部分を負担していくのが大変になっていく中でですね、一人一人がですね、薬局で自分のケアをしていくということに取り組んでいます。我々もプライベートブランド、ここにありますプライベートブランドですとかいろいろ扱ってますけど、やはり海元さんのこの商品、80年間、90年、やっぱりそういう長い歴史を持ってですね、しっかりと売れる商品っていうのはやはり数少ないと思います。でメーカーも各社いろんなものを出してきますけど、5年、10年で消える商品もあれば、100年、200年と続く商品もあるので、やはり長く安心して使っていただけるものを作っていただければ、我々としては非常にありがたいと思っております。量販さんにしてもすごい大きなスケールになってきてますし、いかにしてそこに入っていくかということだと思いますね。その辺は何かアイデアを。そうですね、先ほども申し上げましたけども、海軍のブランドっていうのはこれ定着しておりますんで、やはりそれを生かした形でですね、全国的にそのいわゆる海外のブランドを生かしながら、新しいものも求めてやっていきたいと思っております。まあその他の戦略もね、これからじっくり伺ってまいりたいと思います。ということで、2つ目のキーワードは何でしょうか。飲みやすいということです。入社を決めたきっかけもすごく親しみやすくて、楽しいなって思ったので、そこはすごく社風としていいところだなと思っています。やはりみんな人間関係が良くて、なんですかね、仲がいいと思います。明るい会社だと思いますね。各営業所それぞれみんな大体仲良く明るくやってるので、元気な会社だなと思います。上の人から下の人まで意見を言い合える会社なので、アットホームで風通しのいい会社だなっていうのは感じますね。賢者の選択リーダーズ、本日のゲストは海源ファーマ株式会社取締役社長の堀野亮さんです。さて、2つ目のキーワードで、飲みやすいっていうふうにお答えになったんです。まあこれは薬にとってはとっても大事なことなんでしょうね。そうですね。医薬品の中に胃の検査をするバリウムがありまして、これが当社の医薬品の中の、まあ大きなウェイトを占めておりまして。そうなんですか。皆さん胃の検査をするときに飲んでいただくバリウムがですね、蟹源ファーマのバリウムだとほぼ言って間違いないと思いますけども、大体半分程度のシェアを持っております。飲みたくないバリウムですか。そうですね。飲みにくくてですね、ドロドロしてて、その粘性があって、まあ一度一人飲むのにですね、大体250ミリリットルから300ミリリットル、技術の開発もあるいは検査の方の改良も進みまして、まあ現在ではですね、非常に低粘性の飲みやすい状態になっております。まあ量も当時から減りまして、大体150から200ミリリットル。まあそういう意味では以前に比べたら良くなったと思いますね。ということでですね、今回、医療機関でどのように海源ファーマの医薬品が使用されているかを取材してきましたので、こちらをご覧ください。東京都がん検診センターは我が国におけるがん検診の中心的存在とされ、がん検診の制度管理の全国モデルである。これ私たちの施設はですね、ドック型検診というのをやってる施設じゃなくて、対策型検診といいまして、対象集団、例えば一般住民の方の死亡率を下げるという目的で建てられた施設です。でその中でがん検診において制度管理というのは非常に重要なんですね。でその制度管理の全国の中心になる施設、モデルになる施設というふうになっております。だいたい胃がん検診におきましては年間2万件、2万人の方の検診をやって、5年間で10万人をやる規模でやっております。胃の粘液をですね、少し胃の中の粘液を洗って海源さんのバリウムを入れて、高濃度低粘性バリウムを入れて、それからだいぶぐるぐる回っていただいたり、そうすると胃の粘膜の細かい模様がこう映し出されてくると、こういうふうにちょっとうっすらと模様がこうあんまりはっきりしなくなってきてる、こういうところががんによってちょっと壊され始めてるというところで、これは早期がんの画像であるということになります。胃の粘膜を洗う力がなかったり、付着が悪いバリウムを使うと模様がきちんと出てこないんですね。どんなに頑張っても出てきません。ところが海源さんのバリウムを使って撮影すると、この細かい模様がうっすらとこう出てきて、粘液が落ちて、そのところにこうバリウムがうっすらとこうくっついていくんですね。付着の違いでがんが診断できるという新しい時代になってきています。普通の健康診断なんかでは使われているんですね。そうですね。定期的な健康診断には当然バリウムは使われていますので、どうなんでしょうね。飲みやすくなってるけど、僕も実は定期的に検査をするんですけどね、今はどちらかというとバリウムよりは内視鏡でどうしてもそっちへ今シフトしてるんじゃないですか。そうですね。検査はバリウム検査と内視鏡の検査があるんですけど、おっしゃるように内視鏡の方にこう移行しつつありまして、そこでやはり我々としても勝機を見つけなあかんということを思っております。そういう意味では内視鏡の洗浄機というのがありまして、そこに着目しましてね、コストが安くて、スピーディーで安心できるそういう機会を上司しましてですね、今現在、日本だけじゃなくて、世界全体で言いますと5000台ぐらい稼働していると思います。先ほどいろんな分野のねお薬を作ってらっしゃるというお話を伺いましたけども、そうするとその医薬品というのといわゆる家庭常備薬型っていうのかな、家庭薬というんですか、これ比率っていうのはどのぐらいなんですか？そうですね、現在ですね、医薬関係がといわゆる家庭薬と2対1ぐらいの感じですね。2が医薬。そうですね。それと消化器系の大体お薬、医薬品。この辺でかなりしっかりしたポジションを取ってらっしゃる。そうですね。現在今アルドイド G という製品があるんですけども、これは海藻の中の有効成分でありますそのアルギン酸を利用しまして、いわゆる消化器系のその海洋の粘膜保護剤としてかなり売れておりまして、それの周辺部で他の治療薬もやっておるという状態ですね。そこからだんだん派生するような形でいろんなものが出てくると。うちの商品はアルロイド G というのが一番主力なんですけど、液剤になるので使用期限とかも聞かれることも、安全性、どれぐらい担保できるのかっていうような問い合わせも多いですね。製造販売業者になったということで、より安全面に関してやはり厳しくなったところがあるので、情報提供の迅速さというのがやっぱり求められるようにはなってきていると思います。私、胃潰瘍を昔ね、一回経験したことがありまして、本当に痛いわけですね。胃の場合はものすごい強い消化液が出てるわけでしょ、その筋肉との間に粘膜があるから大丈夫なんだけど、この粘膜が要するになくなった場合、自分の胃の筋肉を自分で消化してしまうっていう、それを保護するために、そのアルギン酸、そこのところをちょっと蓋するような感じ。そうですね。これはそれ治るということではなくて、これは治るという治療薬じゃなくて保護剤、あくまで保護剤として服用していただいているというのが現実ですね。それは大事ですよね。そうですね。患者になった身としては、そうですね。なるべく楽にしてほしいなと。ですから内視鏡の分野のそういう部分で新しいそういう薬剤をですね開発していきたいというふうに思っています。今どうなんですか、その開発の現状って言いますか、どのあたりが。そうですね。やはり先ほども申し上げましたけども、いわゆる医薬品の中のそういう内視鏡環境の部分と、それからいわゆる家庭薬ので、開発商品としては、いろんな玉を持っておりますけども、玉を持ってなければですね、世の中に売って出れないものですから、そういう意味では非常に積極的に開発をやってると。まだ今ここでちょっと申し上げることはできませんけど、秘密の。そうですね。やっぱり高齢者社会になってきてますので、その辺に対応できるような薬というのは手掛けていきたいというふうには考えています。あまりにも作用が強いものっていうのはちょっと良くないので、体に優しい我々の会社の、スローガンというか一つなんですけども、体に優しいというところに気をつけていかないとダメかなというふうに思ってます。だいぶ秘密の部分は有望そうですか？そうですね。なんとか、世代の交代もありますし、これからは、高齢者関係の方のための医療ということもありますので、そういうところも頭に置いてですね、やっていきたいと思っていますけども。ということで、3つ目のキーワードは何でしょうか？3本の矢です。誰がどこでどう見てくれてるかとか、自分がなんていうんですかね、評価してほしいところをちゃんと見てくれる、いろんな部署の方がちゃんと見てくれるとか、逆に言えば悪いところも他の部署の方がちゃんと見てくれて注意を受けるとか、そういった意味でいい意味でも悪い意味でも風通しがいい会社かなと思います。上の人たちと下の人たちというふうなものの距離が近いかなというふうな気がします。一般的な会社に比べると近いので。何か意思疎通コミュニケーションを図るタイミングっていうふうなのは、少し多く持てる会社じゃないかなというふうには感じます。やっぱり粉末の海源にしろ、その医療用のアルロイドジにしろ、やっぱ長年販売してきている、実績のある商品を扱っているということで、そういったたくさんの方に長くご愛用いただいているというのは一つの強みですし、また新たにその製造販売元と一体化したことで、その長年のユーザーを大事にしながら、もうスピード感を持ってもっとたくさんの、まだその弊社の商品を知らない人にも届けていけることが強みになっていくんじゃないかなと思います。賢者の選択リーダーズ、本日のゲストは海源ファーム株式会社取締役社長の堀則夫さんです。さて、この新しい海源ファーマ、これを象徴するキーワード3つ目が3本の矢というふうにお答えになる、はい、なんとなく3本の矢というとアベノミクスが今、はい、頭の中にポッと浮かんじゃうんですけども、海源の3本の矢はどういう矢なんですか？実はその海源ファーマーがこの4月に新会社として発足したわけですけど、はい、それ以前はいわゆる堺化学グループの中に、医薬事業を携わる会社が3つございまして、1つは京成製薬という、これは小樽にある会社がございまして、ここはそのいわゆる研究開発と製造をタッチする会社、でもう1つはその堺化学の医薬事業部門、これも研究開発と製造と。で海源が販売を担当しておりまして、その3部門が医薬の事業として統合されたと、こういうことでございまして、いわゆる研究開発と製造と販売が一体化しまして、一本化されたと、こういうことでございまして、これを契機にですね、事業の効率化をしましてですね、さらに発展していきたいというふうに思ってる次第です。そうすると1本じゃ折れるけど3本束ねれば折れないよという、あちらまで来てるわけですから。そういうこともありますけども、やはりいわゆるメーカーとしてですね、やはり製造開発製造販売が一本化したと。ですからお客様の声が今までは通らなかった通りにくったものが非常にスピーディーに現場に届いて。あるいは開発にもですね、そういうことが効いてくると、あるいはそのクレームがあったとしても、素早い対応でお客様に満足いただけると、そういう体制を整えたと、いうことだと思っております。海源ファーマ本社業務管理部総務課に勤務する大森あゆみは、統合を機に発行する社内報の編集を任されていた。大森は開発製造販売が一体となる新体制を図で示し、全社員の顔写真を掲載した。今までうちは営業会社やったんで、製造も加わったので、統合を機に製造の人と営業の人がコミュニケーション取れる一個のツールとして社内法を使えたらいいなとは思ってて、で製造の人が現場の人の声があまり聞こえないっていうのを以前聞いたことがあるので、営業の人が何を感じてるかっていう記事と、製造の人がどういうことをしてるか、どういうことを欲してるかっていう記事を、今後なんですけど作っていけたらいいなっていう思いはあります。グループ会社の製造部門として稼働していた製造現場の社員たちは、統合による製造販売一貫体制となった変化をどのように感じているのだろうか。営業サイドからの要望とか直接我々の耳に、製造の耳にも届くようになってるんで、以前に比べましたらこんなものできないかっていう問い合わせっていうのはこれ増えました。やっぱり今までは別の会社ということでお互い遠慮もありましたし、窓口になる部署を挟んでのやり取りが多かったんですけども、日々の月に1回という定例の会議でも営業さんが出られてっていうことも今は行ってますので、そういう中では営業さんの顔を見る、声を聞けるっていうのは非常に我々としては大きい。前だったらちょっとまた聞いときますというようなことも正直だったんですけども、今はそういうことは減ってますんで。そういうスピード感というのは出てくるんじゃないかなとこれから思いますね。やっぱこう垂直に統合されてる方が今おっしゃったようにビジネスとしてはうまくいくってことですか？当然そうだと思いますね。やはり同じ方向を向いて仕事をするということが一番大事だと思いますし、それのところはやっぱり今までとは違うというふうに思っています。これってうまくいく場合とね、はい、それからなんかこう3つの部門といいますかね、これがお互いに牽制し合って、そうですね、逆にエネルギーがそがれる場合ってありますよね。そうですね。それ社長としてはどのあたりをこう気をつけられるんですか？そうですね、やはりまあ最終的には、まあ、私は営業出身ですから、特にやっぱり社内のですねコミュニケーションというか、はい、それはやはりどんどんその上げてですね、問題があった時にスピーディーに動けると。体制は常に取っておかなというふうに思っております。あとは多分営業に出られてると、そのお客様の声っていうのはどういうふうにうまく吸い上げていくかっていうのは、口で言うのは簡単ですけど、なかなか皆さんご苦労なさってて。そうですね。やはりいち早くその営業だけにとどめずですね、いわゆる現場サイドにですね、あるいは開発部門に伝えるかということがやっぱり大事だと思いますね。まあ今年の4月からね社長になられて、まだ湯気が出てるぐらいの新社長ですけれども、これ社内の体制っていうのはあれですか、相当ドラスティックに変えなきゃいけないってことですか？そうですね、すでにまあ組織として新しい組織で動いておりますけども、まあ変えるべきところはもう変えてですね、効率化を良くしてねいくという気持ちで今おりますけども、まあ変えなあかんところは変えていくというふうに思っております。新しく、まあ、4月からですね、新しくできた部署に配属されまして、もともと小樽の方にある、まあ、会社にで勤めてたので、まず大阪の生活に慣れるところからちょっと大変でしたね。はい、もともと、まあ、工場主体の製造会社でしたので、視野がすごく広がったように感じますね。あともう一点が、もともと医療用医薬品のみと、ちょっと健康食品ですかを製造していた会社だったんですけど、こう統合することによってですね、一般用の医薬品だったりとか、医療機器だったりとかですね、いろんな面のことを知ることができたかなと思います。横浜営業所で営業事務やってました。統合して私経理に配属になったので、はい、言葉とかはちょっと戸惑ったりとかすごいありましたね。一番会社の中でも満員電車もなんか関東は結構奥まで入ってぎゅうぎゅうなんですけど、関西のぎゅうぎゅうはドアの前だけっていうのがちょっと違うなって思いました。どうなんですか、その制約をね、これまであんまりタッチされてこなかった、その方が急にトップにポーンと来られた、内部的にはいろいろな違和感というのは起きないですか？まあそれはあまりないと思いますけどね。まあ私自身医薬の中身についてはあんまりよく知らなかったんですけども、まあ同じ関係会社ということもありまして、まあトップの方とはいろいろその情報交換はできておりましたけども、まあそういう意味ではですね、私自身が積極的に現場に行ったり、はい、あるいはその開発の現場に行ったりですね、あるいは営業の一線に行ったりですね、まあそういうことを積極的にやることでね、少しはそのなんて言いますか、そういう輪が広がっていくんじゃないかというふうに思っておりますけども、この薬の世界のお仕事をなさっててどうですか、やりがいっていうのは？まだねそこまではね、その具体的に申し上げられませんけどね、やっぱり一つはね、やっぱりその風邪ひいた時に、海外の薬飲んでますねと言っていただけることね、もう一つはね、その胃の検査の時にいち早く胃の検査をしてがんが見つかってよかったと、まあそういう時がやっぱりその製薬メーカーとしては一番嬉しい時じゃないでしょうかね。病を治す、あるいはこう場合によって命を救うっていうね、そういう大事なお仕事ですもんね。それだけにやっぱりトップの方が持ってなきゃいけない価値観っていうのがあるような気がするんですが、この辺りはどうですか？まあやはり安心を届けるいうことじゃないでしょうか。いずれにしても、医薬にしても、一般の家庭薬にしても、あるいは健康食にしても、安心安定安心で飲める使えるというところはやっぱりモットーだと思いますけどね。まあ先ほどこれからの発展のためのね、いくつか隠し玉があるというお話がありましたけど、分野的にはやはり日本のその人口動態みたいなものを見ながら高齢者向けっていうのがターゲットなんですかね。そうですね、そういう隠し玉はまあおそらく持ってると思いますけど、まあ現在流れてる商品の中ではね、一つはこれ健康食品なんですけども、コレステロールを抑制するコレカットという商品、これ健康食品で、特報を取ってる品物になります。青汁を現在中心的にやってるんですけども、青汁ってどうしても苦いとかまずいっていうイメージがあるところに、うちの青汁って甘くて飲みやすいのが特徴なので、そういったところであこれ飲みやすいねっていうことで続けてみようかなっておっしゃってくださるお客様が多いのが嬉しいですね。我々今進めているのがですね、定期的に座談会を開いてまして、まあ、会社にご来社いただいて直接インタビューさせていただくと、まあ、その中で生まれる商品も多々ございます。もともとこういった商品を買っていただいてたものなんですけど、方に集まっていただいてですね、でいろいろご意見聞くとですね、もう少しこういう商品があった方がいいだとかいうところで、まあ、同じカテゴリーの青汁になるんですけども、ちょっとこう違ったものということで、まあ、並行して売っていこうという形で今進めてます。はい、こういうものが食品化からお客様に発信されてるんだっていうことと、自分でも使ってみたらどういうことなのかなっていう思って、まあ1個ずつ試して飲んでみたりとかしていますね。もう一つはその昆布のですね、根っこ、これ花根、まあガニ足というんですけども、ここは非常にミネラルが豊富でして、まあそういうものを利用したものをアートネイチャーさんとコラボしましてですね、でキングオブ昆布っていう商品を作りましてね、それをまあ発売しておりまして、具体的に言えばそういうものがあります。いわゆる海藻昆布の方のエキスをですね、なんとかそういうところに利用したいというのが、まあ我々の特徴だと思っておりますけどね。海原ファーマー、新しいその会社の名前がね、もちろん合併してこれだけ大きくなったわけですけれども、当然日本国内のマーケットだけじゃなくて海外の市場っていうのも視野に入れてらっしゃると思うんですが。そうですね、やはり日本の市場だけではですね、やはりやっぱり発展できないと思ってますので、できるだけ海外の方にもですね、特にまあ東南アジア諸国に対してはね、どこかに拠点を設けて、どちらかというと家庭薬の方の、いわゆる生薬のベースのところを生かしてやっていきたいと思っております。まあ具体的にはまだ国名は言えませんけども、いろいろアイデアを出してですね、動き始めたところですね。そうなんですか。やっぱり欧米っていうとどうしてもこう生薬に対していろんなそうですね感じ方あるんでしょうけど、東南アジアっていうのはと親和性がいいような気がしますね。そうですね。やはりかなりまあ海外からも進出しているようですし、我々もそれは乗り遅れてはいけないと思ってますので、ぜひともですね拠点を設けたいということで今頑張っておりますけども。まあ一方ででもね、ヨーロッパ、まあ、もちろんアメリカの方かな、アメリカなんかの場合にはホリスティックって言って、いわゆるそういう製造した薬だけじゃなくて自然治癒力みたいなものをどうやってこう強くしていくかって、そっちへの関心の高まりもありますから、その辺のところをこうターゲットにしていくっていう手もあるかもしれないですね。そうですね。やはりその新薬となりますとかなり時間もかかりますし、当然お金もかかるし。承認のその手立てもありますし、長期的な視野で見ないとなかなか難しい面があります。リスクも高いですね。そういう意味ではね。ですからそういう部分はまあまあちょっと置いといてですね、いわゆる OTC といいますか、そういう一般の家庭薬の中の何かをですね、やはりポイントを見つけて拠点を出して組織も変えながら人を送り込むということを今頭に描いておりますけども。じゃあリーダーとしては今もう本当に大変な改革の時。そうですね、なんかやっぱり変えていかないと変わらないと思いますし、3社こうひっついたわけですから、やっぱりそういうポイントはですね、訴えていきたいと思ってますけども、まあできるだけ早い時期にやらないと、あまり時間が経ちますと良くないんで、できるだけ早い時期にそういうことを実際にその行動していくと。のが今の私の頭の中で思ってることです。まあ多分我々同世代ですよ、ほぼね、はい、我々の世代がいかにこれからさらに元気にバイタリティを持って生きていくかっていう、その辺のところにこう焦点が当たってる気がしますね。そうですね、なんとかそういうところで、勝機を見つけたいと思っております。それはぜひ頑張っていただきたいですね、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。人事担当の者として、素直で明るくて精神的な強さを持った人、ぜひ当社の方に来てください。よろしくお願いします。一人で歩ける人生はないと思っております。周囲の協力があってこその人生だと思っております。この言葉を念頭に、仕事においても家庭においても誠実にことに当たっていただきたいと思います。また、情熱を持って感動する熱き心を持ち続けていただきたいというふうに思います。